五力号は今回最短のプーさんだけでしたが、一応三期生からの質問に答えてもらいます。あの田村さんの話のオチをつけるホニョホニョってやつがすごく好きで、はい、あの何回も見返しちゃうくらい好きなんですけど、はい、よかった、あの見てみたいです。ほにょ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 か、はいはいはい、やっぱりなーでね、弁家、ね、の応答ね、先輩のあれ見たいもんね。いけますか。はい、いきます。じゃあちょっと石森さんにお願いします。今日すごい乾燥してて、あの加湿器の水全部飲んじゃいました。ほにょほにょほにょかわいい。かわいいね。かわいいです。かわいいです。かわいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいですけど、ちょっと冷たすぎない周り。みんな仲間じゃないの。本当にリカちゃんしか見れなかった。間違えて全部飲んじゃいました。ほにょ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 。よかったね。はい。本当に可愛かったです。ありがとうございます。石森もそういうのが欲しいんでしょ。なんかはい、欲しいです。それと田村が考えてくれたらできる今後。あ、はい、嬉しいよね、憧れの人がね。はい、なんかほにょほにょほにょのなんか石森バージョンというか。じゃあまさかリカリカリカリやばいな。リカ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 リエクボのあたりを。そうですね、エクボのあたりを。エクボあんの。エクボなんかここちょっと変わった位置に。あ、ちょうどいい。すごいそれ。じゃあなんか最近あったの、石森なんか、うん、なんか今日すごい乾燥していて、うんうんうん、加湿器すごい耐えてたんですけど、で乾燥しすぎて、うん、その水を飲んじゃいました。リカ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 リかわいい。かわいいですね。かわいい。